上位に入ってファイナルに進出するか、それともステップにも出られないか。はい、ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりです。女子ゴルフツアーの QT、クオリファイングトーナメントのファーストステージの3日目の結果をお伝えしたいと思います。昨日はちょっと2日目の結果お伝えできなかったんですけども、 A 地区、B 地区、C 地区に分かれて行われているファーストステージ。まず、あの、A 地区から行ってみたいと思います。A 地区、うら庭園カントリークラブ、福島県で行われております。こちらです。来ました。吉沢ゆずきちゃんが昨日ね、もうビッグスコア出して、トップに立ちましたよ。64出したんですよ、昨日ね。で、今日も67出して、 まあポ、トップを守りきっておりますけれどもね。あのー、マスダユメロちゃんの話を先ほどしましたけどもね。あのー、レギュラーツアーの,あの方ですよ。あの、最終戦リコーカップの話を、あの、しようと思う前に、ちょっとね、月間ゴルフダイジェストの付録についてお話ししましたけどもね。月刊ゴルフダイジェスト、皆さん買ってください。ね。あの、吉沢ゆずきちゃんファンは特に、 あの付録のカレンダーに吉沢ゆ,ゆずきちゃんも入っています。ね増田マスダちゃんだけじゃないですからね。ぜひ買ってみて、まあカレンダー飾ってみてはいかがでしょうか。はい。いや、すごいね。もう、ここまで来たら、まあファイナルはいけますよね。これトップ通過する必要はないんです。あの別にトップ通過しようが、 あまりこう関係ないというか、トップ通過だろうがギリギリ通過だろうが、ファイナルに出れればまた1から出直しですからね。出直しっていうか、まあ横一線ですからね。あのハンデ戦とかはないですから。もう一回はファイナル、あの来週戦うことになるっていうだけなんで、1通過したから何か得点があるっていうわけではないのでね。まあ通過すれば大丈夫ということでしょうね。はい。 エロボディーやスタイア,アヤノちゃん、アヤノちゃんもセーフンアンダー今日出しましたよね。これはもう、もうめちゃくちゃなスコア出さなければ大丈夫と、ね、いう感じでしょうかね。はい。そして、高久美ちゃんですけどね、明州学院。明州学院といえば、平塚アムちゃんですね。平塚アムちゃんも今日イーグル出したんだけど、そのイーグルがボギーで消えてしまってね、なかなか伸ばせずでしたけども、なんとか残っておりますね。 平塚川真ちゃんの方が先輩ですね。高久美奈美ちゃんの方が後輩なんですけども、まあ先にプロテストを受かったということですね。はい、まあ先にプロの先輩としてね、もう意地を見せたっていう感じじゃないでしょうかね。そして山地明選手、うん。タランティーノさんですね。村田里沙ちゃん。本名タランティーノさんですね。ギサマリ・タランティーノさんと。まあハーフの子なんでね。タランティーノさんが本名です。<laughs> そして篠崎愛ちゃんではなく篠崎愛ちゃんですね。篠崎愛ちゃん大好きなのでね。まあ篠崎愛ちゃんもね、ぜひ応援したいところですよね。はい。エイミョンも来ておりますね。なかなかね、レギュラーツアーでね、活躍できていなかったんですけども、まあスイングだけ見てればすごくいいスイングしてるし、この子は出てこないのがおかしいという感じでしょうかね。身長を生かした。 あの、飛距離はそれほど出ないですけども、まあでも、あのスイング見れば、おー、いいスイングというふうに思う方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。まあ先ほど言った平塚あむちゃんもここにいますね。7位対高野愛妃ちゃん、そして照山あすみ選手もここにいます。そして次。西澤あゆみちゃん、新人選手ですね。プロテストを受かった新人選手。この子も名秀学院です。 はい。前、名衆が多いんですよ。3人もいるね、上位にね。すごいね、頑張ってますね。この子は、岩井姉妹と同い年なのでね。だから、高く南ちゃんの2個下っていうことになりますか。はい。平塚アむちゃんは、まあ、いわゆる、はざませないってやつなので。はい。だから、西沢あゆみちゃんとは、3つ違いになりますよね。3学年違うと。 三学年違うと一緒にはやってなかったでしょうね。はい。それから吉沢ゆずきちゃん、トップで走る吉沢ゆずきちゃんの先輩、むぐるまひなのちゃんがここにいます。はい。なんとか大きく崩すことなくね、いけばファイナルには進出できますのでね。ファイナルで爆発してほしいですね。むぐるまひなのちゃんの方が先輩なんですけどもね。まあ、高校も麗卓高校、それで大学もウェルネス大学とね。 二人とも同じですね。どちらの学校も、もちろんね、学年が違いますからね。まあ先輩後輩のあの関係ということです。はい。まあ、マサダユメノちゃんのね、あのー、 男性関係問題についてね、ちょっと見張っててもらわなきゃいけない、高田よ美選手はね、ちょっと上に来てほしいなと思いますね。はい。マサダイメロちゃんにね、悪い虫がつかないようにね、監視してもらうと。ね。何か、あのー、ね、男女のことがあればね、まあ私に相談しなさいとね、言ってくれて、くれてますからね。まあ、いい男かどうかは見分けがつくから、私に相談すればと。 ね、その時はお願いしますと言っておりましたけどね。いやー、モテるだろうね。マサダユメロちゃんにもうどんどん悪い虫が寄ってくるだろうからね。はい。コーダ選手、ぜひお願いしますね。もういい男と、あの、ひっつかせてくださいね。はい。変な男とはくっつかないように、ぜひ見張っててください。<laughs> それから私は応援してる岸辺桃子ちゃんが18位対ギリギリなのでね、20位対ぐらいまでかな。 20人ぐらいだと思うんですよね。だいたいね。張り出されてると思うんですけども。あの、あ、A 地区だったか。22人は。誰でしたっけなんか、あの、コメント入れてくれましたよね。あの、サユーチューブという、あの、YouTube やってる高島さゆり選手。 が、まあ、この A 地区に出てますけど、ちょっと順位がね、下の方なんですけども、一応22人通過できるという情報を得ておりますので、18位体だと、まあ、ちょっとね、最終日良かった人が上に行くと思うので、これはちょっとギリかなという、最終日伸ばしてフィニッシュしてほしいかなと思いますね。なんとかファイナルに行くようでなければ、ちょっと厳しいと。 いう感じですねそして次。はい。あのコメント入れていただきましたね。あの、波崎百合子選手、ここにいますね。ちゃんとね、残ってますね。22位タイですね。22位タイはどうなんだろうね。入るのかな。はい。あの、一人だけ、あの、最終日に伸ばした人が勝つかなと思いますね。それから、元明日香ちゃんです。元明日香ちゃんもカレンダーになってますよ。 ね、ゴルフダイジェスト皆さん買ってくださいね <laughs> まあゴルフダイジェストさんからは何もあの頂い,いておりません <laughs> 何か報酬をいただくことも何もなく宣伝をしておりますけどねたくさんの人に見ていただきたいなと思いますけどねはいここら辺の人はちょっともうちょっとで手が届くのでね逆転のために最終日伸ばしたいところでしょうセガモモちゃんもプロテストは落ちたけど ここでファイナルに行きたいでしょう。ね実力はあるのよと。プロテスト落ちちゃったけど、こうやって QT を戦ってみれば、私実力あるんですよというところを、ぜひぜひ見せてほしいなと。明日ビッグスコアでも出してね、ドカーンと言ってほしいですね。はい。キズの、えー、っと、小西瑞穂選手。何を言おうとしたんだろうね。言い間違いましたけどね。はい。もう、もうちょっと伸ばさないとね。 しぶこちゃんと旅行にも行った、あの、エピソードがある小西瑞穂選手ね。ぜひ応募せない、黄金世代頑張ってほしいなと思いますけども。はい。まあ他にね、あのー、まあたくさんいるので、ABC 全部紹介すると時間がかかってしまうんですけども、注目選手としては、青木かな子選手、プロテスト受かったね。 結構人気の選手ですけども、青木加奈子選手が2オーバー29位タイです。そして成田美鈴選手も29位タイですね。それから河村くるみちゃん、菅沼奈々ちゃんとの同級生、埼玉栄高校。この子が3オーバーの35位タイですね。そして元明日香ちゃんに結構似てるよと言っていた、広田真優ちゃんも3オーバー35位タイです。はい。 なかなかね、ちょっと厳しいね。大きなスコアを伸ばす感じじゃないと、これはちょっといけませんね。はい。私応援している神谷若菜ちゃんも6オーバーと出遅れて、出遅れてというかもう3日終わってるのでね、ちょっと厳しいですね。まあ、ビッグスコア出して大逆転といきたいところでしょう。49位タイです、今ね。菊池エリカ姫のお姉ちゃん、あさみ選手も6オーバーです。はい。 まあ他にもね、たくさん出ておりますけどもね、好きな選手、まあ調子悪いけどな、ここなんだよな、とかって何かコメントを入れていただければね、はい。まあその人のためにもなるし、応援する人が増えることもありますのでね、ぜひなんとか、まああの、応援する方たちは、あのコメントのところに、あの選手の名前とかをね、ぜひ入れていただきたいなと思います。それで、B 地区行ってみましょう。B 地区ですね。 そのカントリークラブ、静岡県でやっております。で、今日のトップは、手塚雅選手です。はい。石井忍プロも喜んでいることでしょう。そして、同じ、あの、石井忍プロに教わっている、まあ、ファイナルから出る、宮古麗香ちゃんも、喜んでるんじゃないですか。そして、一緒にやっていた、正田夢乃ちゃんも、ね、 まあ、ファイナルで会いましょうという感じになるかな。マスダユメロちゃんと、ね、ミヤコレイカちゃん、待ってますから、ぜひ通過してね、欲しいと思います。大丈夫でしょう。それにしても、ビーチ区は難しかったのかな結構強い風が吹いたとかなのかな ?4 人しかアンダーがいないというのはね、やっぱり難しかったんでしょう。そこで、 まあ、レギュラーでもずっと戦っていた林菜子ちゃんとか、小野宏夢選手とか、泉田ことなちゃんとか、吉羽ルミルミとかね。吉羽ルミルミは、4アンダー今日出しましたね。さすがです。まあ、レギュラーで優勝してる経験の持ち主の選手ですからね。まあ、こんなところで落ちてるわけは、わけにはいかないよ、という感じなところでしょう。そして、ブスでもデブでも、 大根足でもでおなじみの池谷ルナちゃんです。私は応援しますよ、この子はね。ぜひレギュラーに来てほしい。はい、自虐ネタでまた頑張ってほしいと思いますけどね。そして、横峰桜ママも来ました。まあ、安心できる位置かな。でも、大叩きしてしまっては通過できないぞと。まあ、気を許さないようにしてほしいかなと思いますね。さすがのところを見せてほしいですね。はい。 まあ、藤井美宇選手。まあ、この子喋り方可愛いんだよね。あの、ゲンチャンネル見てください。藤井美宇選手、ゲンチャンネルに出てます。はい。ちょっとね、こう喋り方、しゃあの、ゴルフじゃなくて喋りをまず聞いてください。<laughs> 可愛らしい声と、あの、喋り方をする子ですね。そして、上のニャニャコちゃんをちょっと落としたけども、なんとか残っておりますね。ベスト20ぐらいに残れば、いけると思うんだよね。 まだわかりませんけど、最終日伸ばした人が勝ちます。はい。これもあの、JLPGA の方に書いてあるのでね。第4ラウンド。まあ、カウントバックではないんだけどね。まあ、そういった方式でね。あの、行くようですのでね。まあ、そういった概要欄とかね、あの、JLPGA の方に書いてありますのでね。そういった方式になります。第4ラウンドのスコア。同じ順位だったらね。 それで何人っていう風になってる場合は、例えば22人出るっていう時に22位タイであれば、その22位タイの中で第4ラウンドのスコアがいい人が上に行きます。順位が上に行きます。で、そこでももし同じだっていうんだったらば第3ラウンドのスコアになります。それが上の人があの順位が上になります。それでも決まらないっていう場合は第2ラウンドのスコアですね。で、 それも同じだということになれば、ファーストラウンドではなく、第4ラウンドの18番からのカウントバック方式になります。えっ、ー、と、第4ラウンド最終日の18番のスコアがいい方が順位が上と。それも一緒だったら今度17番のスコアのいい方。それでもダメだったら16番のスコアのいい方。でもカウントバックしていくわけですよ。それで順位をきっちり決めていきます。 これで、もし A 地区22人って決まってたら、22位タイの人で、22位の中で一番、あの、良かった人が選ばれると。進出できますよと。同じ22位タイなのに、ファイナルに進めなかったとなる人も出てくるということになりますね。そういった感じであればね。そして次のページ行ってください。はい。 まあコメント来ましたね。斎藤愛理選手を応援してる方いらっしゃいましたけども。はい。残ってますよ。ね20位タぐらいかな。20人ぐらいに入れば、まあいけると思います。はい。初日良かった吉川桃ちゃんはちょっと落としてしまいましたね。はい。後半になって、後半になってからですよね。あのー、いい人が、まあ、最後残って、順位が上になりますのでね。 頑張ってほしいですね。はい。そして、まあ他にもね、あの、星野あんなちゃんなんかは今日10番でイーグル取ってますね。吉原美ちゃんとかね、上野にゃにこちゃんもね、イーグル取ってるんですけどね。ここでイーグル取りましたね。埼玉の子ですね、星野あんなちゃんね。あの、現チャンネルも出てるでしょ。ね、探せば出てきますよ、あの星野あんなちゃんってね。はい。そして、 大江香織さんは落としたけどまだ残っております。20位以内にね。はい。吉田凛ちゃんの上を行く大江香織選手ですね。いやー、ちょっとね、レギュラー出てほしいですね。それと辻理恵選手もですね、吉田凛ちゃんと並んで。まあ、お姉ちゃんが頑張ると思うのでね、お姉ちゃんとファイナルに進出して姉妹で同じペアリングになったら面白いかなと思いますけどね。 まあ離れてやった方がスコア出るのかな一緒にやってどうかなわかんないですけどね。辻礼選手はなんとかファイナルね。まああの2位タイに入ったあの試合はもうあのー、マグネじゃなかったと言わせるようなね、プレーを見せてほしいと思いますよ。やっぱりね、ファイナルに楽勝でいけるような感じでね、最終日伸ばしてほしいと思いますね。はい。そしてその次ですね。古谷翔歌ちゃんが来ました。はい。 ティーチングプロでしたけれども、ツアープロとしてプロテスト合格しましたのでね。あの、ティーチングプロの資格で、あの、予選会勝ち上がってね、あの、競技会があったんですけども、それで勝ち上がって、一応ティーチングプロの中で、あの、予選会上位に行ったので、このファーストあのステージ、QT のファーストステージは出場できるという資格は持ってたんですけど、見事プロテストを受かって、まあ、ここに出場しておりますね。 なんとか、あの、頑張ればね、あの、ティーチングプロとしてでは、まあ、あるけれども、ツアープロではないんだけれども、JLPGA の会員としてね、あの、人に教える仕事で頑張ってはいるんだけれども、ツアープロとしてもいけるわよ、というような力を見せてほしいと思います。まあ、そして、この B 地区で注目選手といえば、原入りな選手ですね。まあ、 セブンオーバーということで、ね、28位タイなんですよ。大きくスコア伸ばさないとひっくり返らないかな。まあでも出せないことはないかなという感じですね。そして同じセブンオーバーでね、山口鈴香ちゃんがいます。山口鈴香ちゃん。この順位だとちょっと、あの、レギュラーの方にはいけないかな。あの、ファーストステージクリアできないかなと。でも大逆転でね。 なんとかビッグスコア出して、まあ、県内に行って、あの、ファイナルステージでも頑張って、で、レギュラーツアーに出場するっていう獲得、あの、出場権を獲得してから、アメリカの予選会行きたいところでしょうね。アメリカの予選会、もしダメだったとしても、行けると。あの、試合に出れるぞ、ということになると思いますけどね。確実に言えるのは、今、 あの、予選会、アメリカの予選会がうまくいかなかろうが、この QT がうまくいかなかろうが、新人の子には必ずステップアップツアーの、あの、出場権は与えられますのでね。まあ、QT ランクが、まあ、あまり良くなかったと。243位ですとかね。<laughs> まあ、そういう、あの、順位になってしまうと、出場すらできないというね、厳しい世界ですのでね。なんとか頑張ってほしい。 はい。それから、植竹のんちゃんですね。上竹のぞみ選手は今日、まあ、ツオーバーでね、まあ、トータルで10オーバーまで落としてしまったのでね、なかなかこれはビッグスコア出しても厳しいかな、という感じのとこですね。そして、同じ10オーバーで、なんと、山田さほちゃんもいます。いやー、ちょっと、マスダユメちゃんに追い抜かされ、そして先を、 どんどん離されていくという感じの、あの、今の状況じゃないかなと。やっぱり、まあ、あの、いろんな悩みを抱えながらもね、一生懸命頑張ってはいると思うのでね。まあ、いつも左手見ればね、サポーターつけてましたけど、そういった意味でもね、たくさん練習はするんだけれども、練習しすぎて体を痛めたりすることのないようにね、しながら頑張ってほしいかなと思いますね。 はい。いつも明かり、吉田由美子ちゃんも11オーバーなんですよね。今日ね、10、11、12はパーだったんだけど、13ダブルボギー、14番トリプルボギーを叩いてしまったんですよね。なんでという感じですけどね。まあまあ、これもゴルフですからしょうがない。これを挽回していくしかないですね。11オーバー。まあでももっとセッティングが難しくなって最終日は、 これは狙えんぞってなってくれたら、もしかしたら勝利の目はあるかもなと。勝利といってもね、まあ、あの20位ぐらいの間にこう入るということですね。ファーストステージクリアということです。はい。他に注目選手といえば、やっぱり松田麗ちゃんかなダ田麗ちゃん。私がね、北海道なのでね、あの、こないだ言いました、ホンダミヤリ選手は13オーバーですね。 で、松田玲ちゃんは17オーバーとなります。千葉花ちゃんと同じ17オーバーですね。そして、矢豚梨花ちゃん、そして中野恵里香ちゃんというね、まあ、狭間世代あたりの選手がね、まあ、下の方にいるわけですよ。20オーバーと21オーバーとね、中野恵里香ちゃんはカレンダーに選ばれましたのでね、ぜひぜひ見てください。ゴルフダイジェストです。はい。まあ、 B 地区はこんな感じですかね。じゃあ C 地区行きましょうか。C 地区。C 地区はね、あのー、兵庫県です。まあ、小野豊用ゴルフクラブ、兵庫県で行われているので、関西の方たちが多いかなということなんですけども、トップに立ったのは、石油ティンちゃんです。石油ティンちゃん、待ってましたよ。 ね、レギュラーで戦うべき人だよ、あなたはね。ま、ぜひぜひ頑張ってほしいなと思いますね。まあ、一生懸命トレーニングしてる姿はね、インスタで見せてくれてますので、努力が実るといいなと思いますね。で、2位につけてるのが徳永愛美選手ですね。徳永愛美選手。やっぱりね、あのー、なかなか新人の選手って まあ、上位に行く人っていうのはなかなか現れなかったんだけれども、でも今回は目、め、のんな気を入ってますよね。結構、あの、上位に来て頑張ってる選手、結構いますよね。まあ、徳永愛美ちゃんは、あの、2位通過の選手ですね。大阪の子です。で、20、2005年度生まれなのでね。まあ、だから、 ババサキちゃんとか、そういったこと、同い年ということですよ。まあ結構小柄なんですけどもね。まあ、なんとかゴルフを作っていくショットメーカーなんじゃないかな、というふうに思いますけどね。はい。で、ヨゴユイナちゃんもね、二日目良くてトップに立ったんですけどもね。まあそれでもこの順位であれば、まあ全然問題ないかなと思いますね。そして、前田、あの、レイナちゃんですね。 前田玲奈ちゃん。この子を飛ばすんだよね。だからね、ちょっとね、期待してるんですけども。今日すごいんですよ。まあ、7アンダー出しましたから、それはすごいんですけれどもね。それはすごいんだけれども、もう、あの、関ゆうてんちゃんは、えー、5、6、7バーディー、ノーボ,ーボーギーですよ。で、徳永愛美ちゃんは、8アンダー出しましたからね。8バーディー、ノーボーギーです。 これもノーボギーはすごいよね。で、前田玲奈ちゃんは、1番でダボ売ってるんですけども、その他で取って、7アンダーです。なので、9つバーディー取ってます。9バーディー、1ダブルボギー。ボ,ボギーが一つもないんですよ。ダボが一つあると。ね、珍しい感じですけどね。いや、でも9つバーディー取れてるっていうのがすごいじゃないですか。ハマったらこの子すごいかなと思いますね。新人多いんだよね。 新人が、徳永愛美ちゃんに、前田玲奈ちゃんに、そして、イリア・ヒビキ選手に、大久保ゆずきちゃん、っていう感じですかね。はい。で、その下に、清本みなみちゃん、ようやく上がってきました。清本美なちゃんは、ゴルフダイジェストのカレンダーに選ばれました。ねえ。みなみちゃんも出てますよ。ぜひ頑張ってほしいなと思いますね。で、次見てみましょう。次のページ。はい。 私が応援している荒木優奈ちゃんですね。はい。荒木ゆうちゃんが金組と並んでおります。はい。ちょっと今日は落としちゃったんだけどね。はい。まあ、頑張ってる方でしょう。それから北海道、吉本コ,コネちゃんも、今日は吉本コ,コネちゃん、ワンバーディー、ノーボギー、あと全部パーというね。いやー、ちょっと、 もうちょっとなんかこう波風が立ってほしいかなとかってちょっと思ったりもしたけどね。まあ、ここねちゃんはそういうタイプなのかなと思いますよね。なんかもうバーディーが多いタイプとかね。まあ、ジェットコースターみたいに上がったり下がったりもするんだけれども、なんとか成績を残していくという感じの人なのか。ちょっとね、もうずっとついてみたりしてはいないので、ここねちゃんのプレイスタイルっていうのはどうな、どうなのかなと思うんですけどね。 知ってる方がいたらぜひ教えてください。逆にね。はい。それから、まあ、小倉さえちゃんが調子悪いと言いながらも、こういうところは上,上に来るんだよね。なん、なんでしょうね。なんなのかわかんないし、ちょっとね、あの、トーナメントの試合とはちょっと勝手が違うとは思いますけどね。はい。福田芽衣ちゃんも来てますよ。ほら、ね、日小学園。菅風花ちゃんが一人で待ってますからね。 日商学園頑張ってほしいですね。はい。それから次行ってみましょう。はい。まあ、このページ最後にしておきますね。はい。最年長で受かった神道場の霞選手。まあ、ギリギリのとこですね、ここはね。どこ、どこまで受かるのかなと。最終日伸ばした人が勝ちます。なので、最終日頑張るしかないですね。ここはね。はい。それから、 みーちゃんこと、大江みずき選手、ハッピーバースデーです,です。ハッピーバースデーです。はい。ね、もう、口が回らなくなってきちゃって、もう23時ですからね。はい。まあ、睡眠時間を削りながらも、頑張るしかないたがい,いなと。<laughs> もう、喋るのがね、もう眠たくなってきちゃって、<laughs> もうダメだね。喋 <laughs> りがダメになってきちゃって、うん。まあ、元からうまくはないけれどもね。はい。まあ、みーちゃんも頑張ってください、ということですね。 C 地区で注目の選手、あずまひろこ団長は4オーバーですね。まだ取り返せるかもしれないと。はい。そしてタータンこと、浅井咲希選手、5オーバーですね。まあ、黄金世代で、まあ、ご結婚されて子供を産みましたけれどもね、えー。ママさんとして頑張っておりますのでね、ぜひ応援したいところです。 はい。そしてね、なんとなくね、この子、雰囲気が可愛らしくていいなと言っていた水木遥香選手が6オーバーですね。まあ、関西の方なのでね。はい。そして初日トップに立ったのに、竹内みゆきちゃんがね、2日目以降からどうしちゃったんだいと。どうしちゃったんだいという感じですね。はい。初日トップだよどうしてこんなになっちゃうのと。ね。 まあ、初日難しかったんでしょう多分ね。みんながね、スコア作れなくて。その中で4バーディー、ノーボギーの4アンダーでトップに立ったんですよ。で、2日目がね、77打ってしまって、ちょっとね、残念な結果ですね。これはね、2, ダ2バーディー、5ボギー、1ダブルボギー。という結果でした。はい。2日目はね。 で、今日3日目は何かって、ノーボギーです。あ、ノーバーディーです。ノーバーディー、5ボギーの77と。いやー、これ辛いね。辛いですよ。本当にね。こういったこともあるんでね。ちょっとね、頑張ってほしいなと思っているんですけども、ちょっと、がっかりな感じですかね。初日のまましばらく行くのかなと思いきやダメでした。 はい、まあ、そんな感じですかね。他にいるかなまあまあ、あの、いるにはいるけども、取り立ててっていう感じですかね。はい。ぜひ頑張ってほしいですね。森田理香子ちゃんだ。森田理香子ちゃんが17オーバーで72位タイですね。ちょっとこれではいかんね。なかなかいかんですよ。 西、西畑萌香かちゃんも38オーバーです。あめちゃくちゃになっちゃった。いやあ、大変。今日18オーバーです。90叩きました。どういう感じなのかなと。トリプルボギー2つもあるしね。ワンバーディー、ボギーがいくつあるのこれ3、8、9。9ボギー。ワンバーディー、9ボギー。で、ダブルボギーが2つ。 <laughs> 2二つもあるんですよね。はい。で、トリプルボギーが二つと。いやー、こりゃあいかんね。いやー、いかん。これはいかん。18オーバーです。大変ですね、これはね。はい。まあ、どっかかし、かし、うん、うん、なんだろうか。体がどっか痛いとかねあ。そういったことじゃなければいいんですけどね。まあ、なんとか頑張りたいところでしょう。はい。こんな感じに、 3日目の結果はなりましたけれどもね。まだまだわかりませんのでね。大逆転狙って、まあファイナル。まずファイナルに進出してからですからね。はい。まあレギュラーツアーに行けるかどうかっていうところ、セット際ですからね。頑張ってほしいと思います。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン。 侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には、他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。 まあ時間ないから後で見るよっていう方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。ではまた。